トロールとさらわれた人間の子。4バウエルが1913年取り替えことはヨーロッパの伝承で人間の子供が密かに連れ去られた時、その子の代わりに置き去りにされるフェアリーエルフトロールなどの子のことを指す。時には連れ去られた子供のことも指す。またストックあるいはフェッチと呼ばれる魔法をかけられた木のかけらが残され、それは たちまち弱って死んでしまうこともあったという。このようなことをする動機は、人間の子を召使いにしたい、人間の子を可愛がりたいという、望み、また悪意であるとされた。取り替え子は、彼らのしなびた、外観、旺盛な食欲、手のつけられない感触、歩行できないこと、不愉快な性格によって識別された。中世の年代期は、 フェアリーについての民族伝承の断片として知られる最古のものの一つをこの例として記載している。一部の伝承によると、取り替え子は人間の子供より知能がはるかに優れていたことから見破ることは可能であった。ある時取り替え子であることが見破られると、その子の両親が子供を連れ戻しにやってきた。グリム兄弟の民話の一つでは、 我が子が取り替え子にすり替えられたのではと疑った女が、好みの殻の中でビールを醸し始めた。取り替え子はうなった。オイラは森の中の多くの木と同じくらいの年だけれど、好みの殻の中でビールを醸すなんて見たことがない。そう言うと、彼はたちまち消えうせた。一部の人々は、トロールは、洗礼前の幼い子供をさらうと信じていた。また、人間の中でも、 美しい子供と若い女性、特に金髪の持ち主は、フェアリーに好まれるとされた。スコットランドの民族伝承では、子供は地獄へ、十分の一勢として献上される妖精の子の身代わりに取り替えられたという。これは、タムリンというバラッドからよく知られている。一部の民族学者はフェアリーが多神教時代のヨーロッパの住人で、侵略を受けて地下へ隠れたと信じている。 それによると、実際に取り替え子を引き起こした人々は、自分たちのひ弱な子供の代わりに、侵略者である人間の健康な子とを取り替えたとのこと。スカンディナビア民族伝承によると妖精は鋼を恐れるので、スカンディナビア諸国の親たちはしばしば洗礼前の、子供のゆりかごの上に一体のハサミやナイフをそっと忍ばせていた。もしそのような手立てにもかかわらず、 子供がさらわれてしまった場合、両親が取り替え子を冷酷に扱うことで子供を取り返すことができると信じられており、そのために無知で打ったり熱いオーブンの中に入れたりするような方法が取られた。少なくとも一つの例では、ある女がオーブンの中で実施を消失させてしまい裁判沙汰になった。4バウエルによる上。 人間の少女を育てる2匹のトロールスウェーデンでの取り替え子の物語にはトロールの子供が人間の農場で育ち人間の子供がトロールの元で育ったというものがある誰もが人間の母親にトロールにもう一度子供を取り替えさせるために取り替え子に辛く当たるよう忠告したしかし女は人間の子としては適応できないものの罪のないトロールの子を そのように扱うことを拒み、我が子であるかのように扱った。結局、彼女の夫はこれ以上トロールの子供を養うことは、できないと、妻と別れることにした。妻は取り乱したが、たとえトロールであっても、無実の子を捨てることなどできなかったため、夫が去ることを許した。夫が遠く離れた森の中を歩いていくと、実の息子と出会い、彼から、 トロールから解放されたと聞かされた。トロールが人間にひどい扱いをされそうになるたびに、彼のトロールの母は人間がトロールを扱うように彼を扱おうとした。しかし彼の母親が最も愛しい夫を犠牲にしたとき、トロールの母親は彼らの支配力が人間の母親に及ばず、こう解放せざるを得ないことを悟ったのである。別のスウェーデンの妖精話がある。 人間のお姫様が誘拐され、トロールの母親の願いに反して、トロールの娘と取り替えられた。取り替え子は新たな両親の下で育ち、どちらも赤く美しい女性になったが、どちらの親も馴染ませるのに大変苦労をした。人間の少女は、トロールの王子で未来の花婿を意味嫌った。またトロールの少女は、自分の生活と退屈な未来の花婿に飽き飽きしていた。 偶然の巡り合わせで、少女たちは森へ迷い込み、互いに見知ることなくすれ違って、互いの生活を覆すこととなった。お姫様が城へやってくると、王妃は一目で娘だと分かり、トロールの少女は、自分がそうするように大声で吠えるトロールの女を、見つけた。トロールの少女は、トロール女が、今まで見たどんな人間よりも面白いと思い飛び出し、トロールの母親は、 実の娘の帰還が真実と分かって喜んだ。少女はどちらも同じ日に結婚式を挙げた。ウェールズでは、取り替え子は初めは取り替えられたものに似ているが、成長するにつれて、病的な顔つきになり、不格好で気難しく、叫んだり噛みついたりなどして、次第に、容姿や振る舞いが醜く,くなっていくとされた。取り替え子は、同じ年頃の人間の子供よりも、 決して賢くはなく、むしろ子供っぽい知恵とずるさによって正体を見破られてしまう。取り替えこの判別をする一般的なやり方として、家族の食事を卵の殻の中で調理するというものがある。子供は、おいらは菓子の木の前から好みを見てきたけど、こんなことをするのを見たことがない。 と叫び、消えてしまい、そこには取り替えられた元の人間の子供がいるだけなので、ある。もう一つの方法としては、この見分け方を行った後に、子供をシャベルの上に乗せ、火の上にかざして熱いオーブンの中に置いたり、またはジギタリスを煎じた風呂に入れるなどの虐待をする、必要がある。アイルランドでは、赤ん坊を羨ましそうに見ると、妖精の力が赤ん坊に及び、 赤ん坊が危険にさらされるために危ないとされていた。過度に称賛されたり、羨まれたりするものは、祝福を受けていても危険だった。頑丈な体と、美しさを備えたものは特に危険であり、女性は、特に世界との境で危険にさらされた。妖精の国で新しい花嫁にされたり、妖精の新しい母親にされたりしたのである。取り替えコーヒーにくべると、それは、 煙突から飛び上がっていき、人間の子供が返されたという。しかし少なくとも、取り替えこといた人間の母親が、他の妖精は、自分の子を人の子と取り替えてしまったけど、自分は、自分の子供が欲しいからと言って、子供を返しにやってくる妖精の母親を見つける、物語が一つある。幼児が喋って驚かされる話は、アイルランドやウェールズで伝えられている。 民族学者、フランシス・ジェームズ・チャイルドのバラッドコレクションに収められている、ザクイーン・オブ・エルファン・エス・ナリスは、フェアリーの子の母となるよう略奪された人間の母親を描いたもので、取り替え子の民間伝承が元になっている。断片的ではあるが、母親の嘆きや、エルフ国の女王が、女王の子が歩けるようになるまで養育すれば、彼女を、 実のこの元へ返してやると約束するといった内容が含まれている。取り替えこと誤解されたことで虐待されたり殺されたりした者も,もいた。取り替え子の存在を信じていたことから起きた2件のビクトリア長期の事件がある。1826年、アンロッシュは4歳になる言葉と足の不自由なマイケル、リーヒーを繰り返しフレスクの風呂に入れ、3度目にとうとう。 歴史させてしまった。彼女はマイケルからフェアリーを追い出そうとしただけだと誓ったため、法廷で無罪となった。1890年代、ブリジェット・クリアリーは病に数日伏せった後、夫と従兄コを含む数名によって殺されたが、殺人者らは自分たちが殺したのは取り替え子であり、ブリジェット・クリアリーではないと主張した。地元の語り部、ジャックダンは、ブリジェットが、 妖精の取り替え子であると告発したが、彼らが実際信じていたかどうかは議論の的である。彼女の夫マイケルが興奮状態の発作を起こして、ブリジェットを殺した後、彼が妖精からの防衛をでっち上げたのだと多くの人々は信じた。オグナンジェはナイジェリア東部のイグボ族の間で言われる、やってきて去っていく子供を意味する言葉である。ある女は子供を多く産んだが、 子供たちは未熟児で生まれたり、幼いまま死んだりした。土着崇拝では悪意のある精霊の仕業だとみなされた。悩み苦しむ母親に苦しみを幾度も与えるため生まれ変わるというのである。最も一般的だったので禁止された方法の一つは、死んだ子供の霊は死の世界と横島な精霊を結ぶので、 埋葬された遺体を見つけ、それを粉々にしてしまうというものである。多くの学者たちは、現在は、オグナンジェの物語は、釜状赤血球症を持つ、子供たちに死を説明しようとするものだと信じられている。この病気は、西アフリカに流行し、人口の4分の1前後が苛まれている。今日さえ、特に医療手段の欠けている、アフリカ地域では、 幼いうちに死ぬことは過酷な釜状赤血球症を持って生まれた子供にとってありふれたことなのである。ヨーロッパの鳥替子とイグボ族のオグナンジェの間には英語のチェンジリングを翻訳してイグボ族のものとしたのではないかと思えるほど同一性がある。多くの鳥替子の伝説の陰には現実にはしばしば奇形児や知的障害児の誕生があった。 多種多様な取り替えこの記述は、多くの病の症状、ニフに脊椎症、脳胞性腺疫症、フェニルケトン尿症、プロジェリア症候群、ウィリアムズ症候群、ハーラー症,ハー症候群、ハンター症候群、脳性麻痺と合致する。男児の出生血管の大半の傾向は、男の赤ん坊の方がより連れ去られそうに思われて、いたという迷信と関連付けられる。記載があるように、 取り替え子伝承は正常に成長しない子供たちの得意性を説明するために発展し少なくとも用いられてきたと仮説されてきた。おそらく成長の遅れや異常のある症状も多種に含まれていただろう。特に自閉症児は取り替え子やその不可思議さや時に説明しがたい振る舞いからエルフの子というレッテルをられがちであった。これは自閉症文化で見受けられる。 一部の高い知能を持つ自閉症の大人は取り替え子と同一視されてきた。この理由からと自分の世界の中で彼ら自身の感情が周りの普通の生き物には自分たちは属せず実質的に同じようになれないのだと感じるようになった。幼児の発育不全を伴う診断には取り替え子の記載と符合する育児放棄の歴史がない。 これが診断を圧迫することとなり、人は、発育不全時の影響外で起こったことにおいて、どのように見ることも、たやすいことだった。ウィリアム・シェイクスピアの劇作、真夏の世の夢では、妖精王、オーベロンと、タイターニアが取り替え子の少年をどちらの子とするかで、喧嘩をする。ありがとうございます。